サントス・アレサンドロ1人、山田は外れました。トゥーリオが山田と言葉を交わして今エリアの中に向かいます。サントスはどこを合わせる、そのトゥーリオに来た、バックヘッド2点目、レッツ山田と言葉を交わして遅れたタイミングでエリアに入っていたトゥーリオ、足を止めることなくボールに合わせていきました。バックヘッド、どうですかね、触ってるんですかね。見てみましょう。2点差になりました。今のシーンです。触ってますかね。触ってますね、流れの中から1点、そしてセットプレーで1点、浦和レッズ。ボールの前4人は永井、サントス、山田、トゥーリオと来ていますが、先ほどサントスが聞く前に山田とトゥーリオが話をして、トゥーリオがエリアに入ってきましたが、ここは5人、田中達也も来ました。何が考えられますか、この回は。いや、何個かバリエーションがあるんでしょうね。なるほど、その中で何をしようかということだと思うんですね。正確に補足したのはサントス・アレサンドロ、右足なら山田、山田が行った、コースが変わった3点目、5人の話し合い見事的中、ベルディの足が完全に止まりました。3点差、浦和レッズ、してやったリセットプレー。これでベルディは2試合で10失点目になりました。ワシントンですかね、トゥーリオについてたんですよね今ね。サントスが蹴ると見せかけての山田のキック、もう高木はキックに合わせて完全に逆に反応しておりました。田中さん、はい、ギドビフ・ブッフ・バレット監督もものすごい満面の笑みです。大きなガッツポーズが出ました。そして長井です。長井前を向く、外に山田、中央田中達也、長井の元にまだボールがあるぞ、長井中に切り込む、長井、長井打つのか、長井まだ前行こうというところ、長井右足、粘り勝ち。狭いところ狭いところ諦めずに行った長井雄一郎。今のは何に抜いたんですかね。綺麗な抜き方では決してありませんでしたが、最後まで諦めなかった永井。今のシーンもう一度見てみましょう。田中がいました、サントスも左にいましたが、まだ持ちます永井。これでも諦めずに最後は高木に当たって入りました。絶対にやらせてはいけないプレーですよね、まあ、この辺のベルディの、ね、選手の気持ちの問題ですよね、はい。長井のあのしぶといドリブルが止まりませんでした。ベルディコースを切られましたが、森本こぼれてきた、前を開けようという動き、スルーパス通りません。ルーズ、山田が寄せるが、その後をかいくぐって田中達也、これはオフサイドフラッグ上がらない、田中達也エリアに入った、田中が切り返した、5点目。後半に入って2トップ揃い踏み、浦和レッズが止まりません。どうした東京ヴェルディ1969、これで2試合で12失点目。先ほどは永井が、そして今度は田中達也が、ここも自分で粘りました。今日はここまでこういったシーンをなかなか演出できなかった田中達也、もどかしさの鬱憤を晴らすかのように最後の最後まで行きました。4点差ありました。戸塚さん、あそこは永井もファーサイド待っていましたが、そうですね、今の失点後すぐ戸川選手を呼びました。ここも4対3、5対3ですからね。山田が持ってスペースがちょっとある、引きつけて平川、右足、バイタルエリアを埋めるものは誰もいません。
ルリレス監督、失点をしたゴール前にもう視線を送っていません。呆然自失です。東京ヴェルディ完全にスペースを与えました。山田もこれは相手のプレッシャーほとんどなくボールを出せましたよね。イカンジンが行きます。田中達也、イカンジンをかわす。ファールはありません。どうする、戻した、コースが空く、高木も出た、引きつける、ガラーキマウス、7点目。キーパー高木の飛び出しも裏目。ヴェルディは2試合続けての7失点目です。ご覧のお聞きの歓声は 100% レッズサポーターです。国立競技場、田中がかわして今度は人に任せました。最後平川、やはりこのシーンですけどもね、もう体完全に最初入れてるわけですから、はい、これはもう気持ちの問題ですね。やはりプロとしてね、やってはいけないですよね、こういうプレーはね。何かもう6点目を失った段階での1点返して1点差で終わりたい浦和。ペナルティーエリアに5人が入り込んでいる。低いボールだ、高木さん、1点を返しました。浦和1点差、フリーキックから1点を返しました。低い速いボールでした。あるいは触ったのは浦和の選手ではなかったかもしれませんが、重力なんか触ったんじゃないですかね。少しコースが変わったような感じでしたね。ロスタイム浦和1点差、2対0から2対1に今のシーンです。トゥーリオが近いサイドで触ったということでトゥーリオのボールになりました。2対1になりました。2対0という大見離れていく動きをしましたが、今度は近いところ決まった。先制はトゥーリオ。先ほどとは違う入り方をして見事に決めました浦和レッズ先生。よくニアサイドね、スペース見つけましたよね。今のコーナーキックからの場面、一つですよね。ただこの相手のディフェンダー守っている選手のですね、前に入るというのが本当に上手い選手ですね。そうですね。またサントスの、ね、ボールもねぴったりですよ。3人ついていってるんですけどもね、うん、逆に3人いたんでね、オムラですかね、いなければもっと頭出していると思うんですけども、いたから譲ったと言いますか、はい、自分が入らなくなりましたよね。浦和レッズホームの浦和がこのトゥーリオのヘディングで先制しました。もう少しね形になるんですけどね、簡単にボールを渡しちゃいけないですよね、やっぱりね。あ、奪った酒井、田中達也に預ける、右足のシュート、決まった。浦和2点目。浦和を狙い続けた田中達也、素晴らしいボレーが出ました。いやー、よく決めましたね。先制ゴールのトゥーリオと喜ぶ田中。この酒井のパスでした。難しいパスでしたけど、相手の早く出て、一瞬早く出てね、こういう形でもらえたのは初めてじゃないですか。ゴールに向いてゴールの方向でね、はい、そしてこのボールがですね、落ちてくる落ち際をそのまま打っていきました。もう一つドリブルしたらカバーされましたね。そして広島はここで森崎浩二と大木を下げて、ガウボンとベッドを2人入れてきました。チョ・ジェジンが競る、落ち際に久保山が反応する。坪井のディフェンスでした。
さあ田中へワンタッチで入れ替わる。斉藤がついていますが速いボールだ。チャンス先制点。また今日も闘莉王、先制点は後半の10分闘莉王でした。いや今ね体流れながら逆サイドによく残しましたよね。後半の10分レッツ先制。田中のそのワンタッチで抜け替わったところから速いボールを入れてきて、体を預けるようにした闘莉王がキーパーの位置を見ながら逆サイドへ。まあ、これはね本当にヘディングがうまい選手のヘディングなんですけどね、当て方ですよね、はい、最後はもうボールの入ってきたポイントに上半身を預けるようにしながら、しかしその首の角度でボールを落とす位置をきちっと見てました。そうですね、あの正面じゃなくて、はい、まあ、頭の横ぐらいに当てるイメージでね、非常にうまいですね。キーパーの足元でワンバウンドさせるという教科書通りの見事なヘディングシュートでした。浦和レッズ今日も闘莉王のヘディングシュートで先制。ダルビーだ、あ、まだ浮いています。これはね、やっぱり闘莉王強いですからね。アレックス、おっと3対2だ、4対2、逆サイドアレックス出せないか、これはもう完全に出た、はい、さあそしてさあチャンスになった、狙う1対1になった、シュート、長谷部決めました。今日も長谷部、これでレッズのベスト4は確定でしょう。すっごい距離走りましたね今。さあこれはもう清水はしょうがないんです。しかし大きな1点が入りました。後半の43分、ベスト4進出を決める1点です。今日も長谷部誠でした。福井野さん、ね、切り返しでしょうかあれですね、はい、先ほどの瞬間ですね、ブーフバルド監督を思わずガッツポーズを出していまして、その後拍手をして喜びをあらわにしました。あそこでボールを取った段階でもうとにかく2枚しかディフェンスいませんから、3対2が4対2になりましたね。そうです、で抜いた段階でもうね、あの長谷部があの右サイド走っていったところで、あ、これは行くなっていう感じありましたもんね。いいランニングというかね、いいサポートだったですね、もう時間はありません。44分が過ぎています。2対0、これでちょっと勝負あれでじゃがある。そして見え出して坪井、坪井なかなか中に入っていかない。山田、ポンテ、いいボールだ、長いシュート、決まった、決まりました、1対1同点、長いが決めました。いやこれは素晴らしい1点になりました、はい、39分です。いい時間帯でまた同点にしましたレッズ。さあそのシーンです。いいボールが1本出ましたね、はい、これがギド監督も言っていたんですが、ポンテのスルーパス、これだけ中盤でね、激しいあの相手のプレッシャーを受けながら、はい、選手たちがよくボールを回しましたし、最後のスルーパスのポンテの目の付けどころ、はい、これは素晴らしい選手だと思いますしね、永井がよく動き出してましたよ。そうなんですね、まあドイツのプレーをしている永井でもいけない。上野さん、三浦選手に代わって、はい、梶山選手が